産100億ドル以上、彩色顕微、究極のお嬢様のみが入会を許される私立聖火学園課外クラブ。しかしてその実態は、偽札、誘拐、銀行強盗、爆弾テロにハイジャック、警察も手を焼く凶悪犯罪を有り余る財力とあふれる英知で事件解決へと導く。正式名称、聖火学園探偵クラブ。さて、その優秀なるメンバーは、綾小路深雪、私の双子の妹、綾小路財閥霊長、バイクから原子力潜水艦、果てはスペースシャトルまで乗りこなすメカニックのスペシャリスト、龍崎陽子、ドイツ貴族の血を引くクォーター、一目もたがわず会話を読み取る独身術、声真似に腹話術、一度会った人間なら国籍性別を問わず性格までもそっくりに化ける変装術のパーフェクトマスター、周麗華、中国4000年の名門新家の跡取り娘、カンフー、空手、ムエタイにマーシャルアーツ、あらゆる格闘技を身につけた戦いのエキスパート、ニーナ・キーロフ、ロマノフ王朝の末裔、愛用のベレッタ M92F、 0コンマ4秒の早打ち、対戦車ライフル、ロケットランチャーを軽々と使いこなす重火器のプロフェッショナル、そして私、綾小路金子、探偵クラブのリーダー、かの名探偵ホームズや明智小五郎の再来と言われ、明晰な推理力と的確な判断でメンバーを指揮、天才の名を欲しいままにする。さーて、今回はどんな事件が起こりますやら、今からとっても楽しみ。いい加減なこと言うな。同業者か。だがまだ経験は浅いようだ。しかしいきなり国立美術館を狙うとは見上げた根性だ。それとも その根性に免じて君にプレゼントだ。それは君の周りの危険を知らせてくれるセーフティーセンサーだ。新人の君には必需品さ。せいぜい役立ててくれたまえ。例のお嬢さん方がまた来たようだ。早く逃げた方がいい。いつの日か君が一流の怪盗になった時、その時は正々堂々と勝負だ。その日を今から楽しみにしてるよ。またしてもあと一歩のところで、今度会ったら必ず捕まえてみせるわ。
に行くわ。そういえば合言葉は何だったかね。怪しいね。人ばかり付き合ってもらうの。あれ怪しいぞ。ちょっとこっちに来るね。あなた偽物違うか。ちょっとこっちに来るよ。はい、みんないい子にしてた。レイカ先生だよ。さ、今日は何をして遊ぼっか。まずはレイカのお遊戯スロットマシーン。はいやー、ラッキーね。じゃ、もう一回ね。レイカ先生とお話ししようね。さ、隠してることがあったらレイカ先生に全部お話しして、君も良い子の仲間入りをしよう。嘘つきは泥棒の始まりだから嘘はついちゃダメだよ。あ、レイカの肉まんがない。取ったのはあなたね。もう、こったよ。おやつの時間ね。それじゃあ、お腹がいっぱいになったところで本題に入るよ。君だね、合言葉をちゃんと答えられなかったのは。どうして答えられなかったのかな。本当は泥棒なんでしょう。あれ、もう眠？ごめんなさいするよ。なんだ、そうだったのか。疑って悪かったよ。許してくれない。レイカのことをいじめる。ひどい、ひどすぎる。先生バカにしてるね。まったく失礼しちゃうよ。
やったぜ。危なっかしくて見ちゃいられない。助けに来てやったぜ。